皆さんこんにちは、こんばんは、クールチャンネルです。マリオメーカー、今日も遊んでいきましょう。もうね、暖房入れてるのに寒くて寒くて手が全然動かないとね、遊ぶ前から言い訳しておきます。実況者への挑戦状簡単、まあ、実況者の端くれとしてぜひやらせていただこうかな。これ上の土管って入れて、おお、びっくりした。なるほど、そういうびっくり系ギミックがたくさんあるのかな。これ多分上に乗っていくのが正解っぽい気がするんだけど、そんなことないか。ということはガリガリの上を渡っていくのか。あ、しまった、ヨッシーなくなっちゃって、バカじゃないの。よし、気を取り直して進んでいきましょう。ガリガリを越えて、いや、まさかクリア率 7% 以上あるコースでこんなに簡単にやられるとは思わなかった。花ちゃんの上をゆっくり渡っていく必要はない。土管に入ったら裏面は何が待っている。おーい、ガスバーナーでこれを持っていかれる。どこに行くか、一番右、ビュー、それを当たってるんじゃないかーいって。どこが、どこだどこだどこだ。あ、しまった、土管見てなかった。あー、これは騙された。いや、勝手に騙された。うん、ここで一回踏ん張っておけば、でもどっちにしろヨッシーはいなくなっちゃうか。ピンポーン。で、そこでブブーってなるのがさ、かなり騙されたみたいな気持ちになるんだけども、このバネは1個やっぱり持っていくべきだよね。トゲメットが出る、トゲメット持った方がいいのか、それとも乗らなくていいのかわからないけども、まあ、1個はこれでクッパクラウンに乗るでしょ。あとは下をくぐっていっちゃおうか。いけないよね。そうですよね、そりゃいけないよね。どうしようか、メットをかぶり替えるか、このまま行くか悩むところだけど、どっちで行こう。このクッパクラウン持っていくか。よし、じゃあこれで進んでみましょう。この先に待っているのは何が待っているのか。デッテュー、はい、まあ、デッテューだったらありがたくいただいた方がいいとは思うから、普通に、あってもうゴールじゃないかーい。バイバイクッパー。そこのドッスンさんは何のためにいたんだろう。クッパを倒すためかな。ありがとうございました。次のコース遊んでいきましょう。ここいらでちょっと一休み、ストレス発散、中間付き、コウキさんっていいのかな。クリア率 6% ですね。マリオ3のスキンで遊ぶの久しぶり。あんまりないんですよね、マリオメーカーの中で3のスキンって。面白いんだけど、これはデカ炎で壊していくやつ。上行くと何があるのかも気になるから、ちょっと上も見ていきたいけど、特に何もなかったやつ。じゃあまあこの辺の高さで進んでいってみようかな。いやー、やっぱり気持ちいいよねこれね。くるくるクールさんの靴で、ね、作ったコース、靴狩りっていうコースがあるんだけど、それでもね、この完璧装備に近いやつでクッパを倒すっていうのを取り入れたんだけど、うん、あれはいいストレス発散になる。中間ポイント、あれ、今さ、クッパクラウンを中間の上に落としただけで取ってたような気がするけど、気のせいか。こいつらは敵かーい。よいしょ、ほい、待って待って、よいしょ、クッパクラウン取れない取れない取れない、クッパクラウンがどっか行っちゃった。俺のクッパクラウンを返してくれ。よいしょ、カメック邪魔、カメック邪魔。あれ、どこに落ちてるんだーい。あとは、これで OK。 いや、なんでこれだけのことにこんなに苦戦したんだ。どんだけ敵はいるんだーい。下手するとこれ下に落とされちゃうから要注意やでと。よし、怖い怖い。クッパは割とどうでもいいと思ったけど、これ倒さないとダメだ。ドイツが持ってるのかな。ここでファイヤーマリオじゃないのは結構痛いわ。ファイヤーマリオだったら一気に攻略が簡単になるんだけど、今から取りに戻るべきか、それとも取りに戻ろう。よし、これでザコは大体倒しただろう。あとはクッパさんたちだけ。あ、まだ結構いたねザコね。でも火力が違うからね、さっきとは。ドッスンか、ドッスンも落としちゃいたいけど、あ、いきなり鍵持ってるやつに当たった。これはラッキー。一応靴は補充していこう。まだ結構生き残ってるやついたんだね。まあ、鍵取ったし。あ、ダメか、あいつら全部倒さないとダメか。あぶねえ。逆に今ここ進んじゃってたら靴がなくなって積んじゃうところだったかもしれない。
でしょう。この火力だったらすぐ倒せるでしょう。あとはコクッパがどっかに一匹いるはず。いた。よいしょ。これで鍵3つゲット。扉の数からしてこれでゴールだと思う。間違いない。よいしょ。いくよ。3、2、1。戻るんかーい。その仕様は知らなかったわ。あー、騙された。知ってました皆さん、今の戻されるらしいですよ。いい勉強になりました。知らないことまだいっぱいあるね。お次はこちらのコース、タイムシビアなスピードラン10秒、モッツァレラさんのコース。クリア率は 9% あるんで、まあ大丈夫でしょう。というかクリア率 9% でもランキング難しいに入ってくるんだって、やられちまったじゃないかい畜生。よいしょ、これでいいかな。うん、ポンとこっちに来て、パウを投げて、ヒップドロップじゃないのかーい。戻って、2、1、あんと、あ、ビードか。ビードに入ったら、リフト落としてゴール。よし、覚えた。投げるでしょ。ここは落ちるだけの方が良さそうな気がする。しまった。なんでこの後これでカビキック見せるかな。よいしょ。このクロリンもいらない方がいいのかな。くん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 と。2、1。これ間に合わないんじゃないか、もしかして。あ、間に合った。はい、お次はこちら、さくらさんに憧れて難しいけどきっと楽しめるスピードラン、キノコサブさん。クリア率は 4%。 さくらさんってあれですか、トラさんのさくらさん。絶対違うよね。難しいけどって書かれてたんで、ちょっと気を引き締めていきましょう。1、2、3段ジャンプ。やっぱりさっきのコースと比べるとだいぶ難しくなってる気がするな。ここでミッといきなり取られて、ジグザグ折りからの、でもまあここまでは一発で来られた。まあそのぐらいは来られないとこの先クリアできないからいいんだけども。で、そうか、これ多分新しく作られたコースだから、テナブロックの上を通過できるようになってるのかな。 B スイッチを踏んで戻ってくる。よーし、そうだね。で、パウをどこで投げるのかっていうと、ここで投げる。ここで投げて、進んで、壁キックで、ここで投げる。連続で投げる。ちゃんとこれメット取られちゃってよかったのかな。あんまり良くない気がするんだけど、実際のところどうなんだろう。タイムはギリギリかな。うーん、割と優しいコースだと思いたいんだけども、ここは、こうでいいんだよね。え、待った待った待った。あ、いいのか。びっくらこいつ、今の難しくないですか。ここで3段ジャンプ、うまく反応できたぞ。あの青リフトにどっかでまた乗るんだろう。合流して、うまくできてるわ。で、はい、上、下、上、スピン。こういうスピンね、結構意外とやられちゃうんですよ。見た目以上のタイミング、あれ厳しいんですよ。キノコを取ってからも、ちょっとでも時間を稼いでおく。鍵が全部揃って、下がトゲだったから今のやっぱりタイミング取っといてよかったね。3段ジャンプ、キノコと下を取って駆け抜けていく。はい、次はクリボーが救いに行っちゃうコースですね。サムネがすごい綺麗な感じ、ノブさんのコース。ベストクリアタイム40秒、クリア率は 12%。サムネに釣られて遊んでみます。やっぱりさ、YouTube も視聴回数増やすためにはサムネが大事なんだけど、マリオメーカーもやっぱりサムネは大事ですよね。リフト代わりに、まずは上に登っていきましょう。で、そろそろ急降下ってジェットコースターじゃないんだからそんなことはないと思うけど、まあ、扉に入ってみます。いいね、これはモーグルっぽい動き。全然どこら辺がモーグルっぽいのか自分で言ってて何言ってるのか分かんなくなってきたけども、次バイクのアミーボでしゃがむしゃがむ、アイスなんとかのアミーボ。よいしょ、しゃがんでここ上。はい、まあダメージを食らっても大丈夫なんだろうけども、いいのかな。普通に入っていくよ。 B スイッチとかはどころ。おお、キツネ顔ビビタルです。よし、飛んだ。そうか、飛べってまさにこのタイミングで、それはすごいわ。ところでクリボーさんはどこ行った。出てきてないじゃないかーい。
さて、今日のラストはこちらです。1画面で自動タイプと手動タイプのピタゴラスイッチを作ってみた。タカタカさんって読むのかな。遊んでみましょう。まずは自動タイプ、何もしないでいればいいのかな。何もしないよ。てかこれめちゃくちゃ時間かかるやつじゃん。早送り安定じゃん。何秒かかるんだこれ。ベストクリアタイム一体何秒だったっけ。ファイヤーが落ちてきて右に運ばれて上に上がる。で、あ、パワーブロックが壊れるかこれ。あ、違った。次は何が起きるんだ。え、なんでだか分かんないけどクッパークラウンが呼ばれて、で左側のボム兵が爆発してハテナブロックが壊れたでしょ。クリボーを全部倒したらまた左上のブロックが一マス壊れる。で何が出るんだ。へえ、トゲメットが出て上の音符ブロックを押してボム兵が出てきて、でもう一回次のトゲメットが来ないかーい。キノコが出てきて、もうわけわかんなくなってきた。どうなってんだ。真ん中上部にファイヤーが出てきて、イチャッとキノコが出てきて、何が出てきている。とりあえず今いる場所は安全地帯だと思っていいんだよね。これ全部実況できる人すごいわ。どこで何が起こってるかもう全然把握できてない。今右側の右上の赤砲台が落ちてきて、そっから炎が出てきて、でボム兵を着火させて鍵をゲットして、もうわけわかんねえ。ピタゴラスイッチまだあるんかーい。これは手動だから叩けってことか。こっちが手動のピタゴラスイッチね。まさかまだあるとは思わなかったわ。あそこで終わりだと思ってた。ボム兵着火させてブラックパックが落ちてピースイッチを踏んでくれる。一番右下かな。ブロックがコインに変わったことでバネが度数を持ち上げつつ何かが変わっていたような気がするけど、右上の下が動いてフラワーが出てボム兵を爆発。もうわけわかんねえ。ハンマーブロスは関係あんのかな。今はどこで何が起こっているんだ。わかんなかった。右下で何かがあった。くっつくり棒が出てきて雲のところを登っていくでしょう。で音符を押してクッパクラウンに何かが乗るわけではない。メットが出てきて、あーなんだ何が起きた。でキノコがボム兵を着火させて爆発させて、そこの嫌い放題から出てくるものは羽根付きのボム兵。左側に動いてきたらスターを動かす。いやすごいわ。実況的には大変だけど見てる分には面白いわ。今度こそゴールかな。ピタゴラスイッチオッケー。いやこういう子ってどういう頭持ちから作れるんだろうかな。クルクルクールの頭持ち絶対無理だ。はい、それでは今日のクールチャンネルマリオメーカー実況はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにクルクルクール、バイバーイ。